こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は鼻に跡がつかない鼻パッドのないですね、メガネがあります。まあ、ネオジンというんですが、そのことについてちょっとご説明したいと思います。まあ、鼻パッドのね、うちでも結構メインにして、うち結構売るんですよね。特に女性の方多いですね。ほぼ女性ですね。ほぼ女性の方で、どうしてもこの鼻に跡ついてですね、そういうお悩みで、どうしても、こう、なんていうんですかね、シミ見たくなる場合あるんですね。そういう場合、こういうふうになってます。この頬骨に合わせるんですよね。ここで押さえるんですよ。鼻パッドのない代わりにここで押さえて、そしてあとこの、鶴の子ね、この後ろで、この部分でまたね、さらに押さえるっていう。だからこういう、これちょっとこれカタログですけど、このちょっと女性の、ちょっとこの辺りですね。この後の頬骨のここで押さえるわけです。で、鼻に全くかからないもんですからね。女性の特に悩みっていうか、そういうね、まあ、いろんな種類あるんですけど、まあ、男性用も、新種もあります。まあ、こういうタイプでございますけど、まあ、ちょっと新種はちょっとシャープなこう感じになりますけどね、こういうタイプですね。まあ、ちょっと小さいですね。まあ、下がってこないというのはやっぱりありますね。普通のタイプよりはこうずれづらいというのは確かに特徴でありますので、まあ、こういうタイプと、あとこれはちょっと少しカジュアルな感じになりますけどね。ちょっとオーバルな感じでね。こう樹脂使ってますので、そういう金属アレルギーのお客様も、まあ、大丈夫ですね、これね。非常にこう使っていただけると思いますので、まあ、どうかですね、一回こうつけていただくとまたこの感じ分かるかと思いますので、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。